はい、皆さんこんにちは。突然ですが皆さん、賭博黙示録カイジご存知でしょうか。今回ね、結構ね、カイジに似てるモンスターが多くて、それでカイジパという道具を訓練したので使っていこうと思います。まずこちら伊藤カイジですね。まあ、顔つきが伊藤カイジですよね。で、やっぱり持っているのはイカ様ですよね。カイジといえばイカ様。イカ様自体はそんなにあれだけど、そして奴隷はね、王を打つんでカウンターを搭載しています。そしてこちら土下座、まあ、土下座といえばやはり利根川先生、焼き土下座が利根川先生ですね。なので照らすタイプ炎にわざわざ作り変えた利根川先生を使っています。で、技はもちろん土下座、不意打ち、アイアンヘッド、剣の舞っていう感じのベーシックな構成に、特性はもちろん総大将、そしてターン1を出してます。まあ、この利根川先生がね、スイープしていくっていう構成ですね。そしてカイジ、利根川ときたらやはり兵道和孝必要でしょう。まあ、符号なんでね、兵道和孝。まあ、そしてこいつは影に隠れてるので隠密マントを持っていますし、さらに悪巧みの人ゴールドラッシュ、まあ、これはもう兵道和孝といっても過言ではないんじゃないでしょうか。そしてE カードする前にですね、鉄骨渡りというものがありまして、鉄骨渡りでカイジのためにバトンをつないでくれた優しい善人なおじさんがいました。そう、それがこちらの石田さんですね。石田さんは追い風、死神の巡遊の追い風をしながらカイジに声も上げずに置き土産を残してカイジをコングラチュレーション成功へと導いた石田さん。このモンスターでまあ起点を作ると、まあ、追い風も吹きながら置き土産を残し、ステルスロックはあれですけどもね、凍える風、この辺で死神の巡遊をね表現しています。そしてまあ E カードですわな。最終的にはやるのは E カードで、カイジのやっぱり名シーンといえば奴隷は二度刺すということで、こちらのカイジをですね、イリュージョンをかけてこちらのハブネークに化けることによって蛇に見えたかと、ならばお前が蛇なんだということで、カイジでカウンターを当てた後にこの蛇は奴隷は二度刺すんで命がけでもう一体持っていくという感じですね。まあ、あとはその債務者さんがいますね。この子はみんな、なぜかみんなの借金を返すために一日中働き続けている債務者くんなんで、まあ、ニーフィアちゃんがね、債務者の役割を担ってくれてるんで、この6体の伊藤カイジパで戦っていきたいと思います。どう見てもガーが刺さってるし、サザンドラが刺さってるんで、石田のおっさんが何とかしてくれることを信じて、石田のおっさんから入って債務者で、で利根川先生で抜いていく感じにするかだね。海竜から来るの？石田のおっさん耐えるぞ。一旦捨てますか。剣闘すぎてはね、デメリットある。ヤンキーがおる。ヤンキーがすぎる。こいつ、ハチマキ神速、テラスタルでもう、早速場を荒らしてくるタイプだわ。いや、強っ。西田のさん、まだ役割ある？クッション？クッションっていう役割があった。多分相手はちまいてるんだよな、この火力だから。お決めやけします。石田のおっさんは何も言わず倒れていった。素直に心配になっちゃう。だよな、心配になるわな。これ絶対8枚出るから。まあでしょうね。アーマーガーはさっきやった。ミスタイプテントラスに毒原石なんかするわけないじゃん。アーマーガーはさっきのパターンからすると、焼き土下座がぶっ刺さってるんで焼き土下座でいきます。利根川先生、焼き土下座お願いします。ただこのためだけの炎寺やばいよな。焼き土下座行きます。ズーン。なあ、硬いね。いやいやいや、何をしている、何をされているんで。
天が色源泉沼ってるから見てると悲しい気持ちになる沼ってるのも知ってるいっぱい巻いてたのも見てる。まあこっから死に出しでなんとかなるんじゃないの。石田のおっさんがあんだけ耐えたんなら耐えるでしょ。正直耐えるよな。いや強いね石田のおっさんじゃない利根川会長、利根川先生普通に鶴舞玉のどけ算が強いわ。利根川先生、利根川先生が一生焼き土下座してるだけで勝てるんだけどはい、焼き土下座お願いします。ごめんなさい。いや強一生これで勝てるやん。いやもうマスカーニャ、マスカーニャ、マスカーニャが来ます。マスカーニャが、マスカーニャが来ますかな。結局これしかやることないんだこのパーティーは。石田のおっさんがやったけど、あの積んでる暇がなかったから。いやいいねデカヌちゃん、起点作りかな。そのまま吹っ飛ばしてくるかな、それともデカハンマーで吹っ飛ばしてきそうじゃね。一回蛇に見えたかっつってやるわ。蛇に見えてるけどそれじゃ落ちない、無理おいやめろや蛇に見えてるだけじゃねえかお前。やめろやめろよお前そういうこと。蛇に見えただけかよ。そっか蛇に見えただけか。ついてきただけ蛇に見えただけだったわ。またあげてもいいと思ったら考えてください。なるほど。はい、よりますか、せーのうねり。はい、なんか蛇に見えてはいるんだよなこいつ。振る舞いつもは一回なにこれいやこれ飛ぶだろお前。いやお前飛ぶよ俺の焼き土下座で。一発焼き土下座するわ。焼き土下座じゃなかった、焼き不意打ち。焼き土下座をすると見せかけて焼き土下座をしない、それが利根川先生。なあ、いや強くて利根川先生。じゃあテラスタル切らなくてよかったじゃん。うわー悪で飛んできそうめっちゃ悪で飛んできそう悪で飛んできそう悪で飛んできたら勝てねえ。めちゃくちゃ悪で飛んできそう。こいつ役割ある？ないな。いやあるっちゃあるんだけど。悪で飛んできそうこれ悪で飛んできそう絶対悪で飛んでくるよな。耐えるやろ、耐える耐える耐える。ほらトネガオ先生焼き土下座成功炎になるのは焼き土下座したいから焼き土下座っつって炎照らしたら切ってるだけわざわざ昨日このためだけに炎照らすピース50個集めた
アンコール、何、焼き土下座アンコール、でいや勝ったんだけど焼き土下座とか言ってたら勝ったんだけど、なんでなんで勝てるんこれということで皆さん、伊藤開示パいかがだったでしょうか。まあやはり奴隷は二度刺す、そこが強かったのかなと思います。ということで最後はこちらのブレイブメンロード勇気の道をバックに終わりたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。